開幕ハンサムパワーに逃げ出す野党。何の波乱もなく救出に成功するフェルゼン。オスカルも意識を取り戻しかけるが、不意打ちドアップに気を失うところから18話は始まる。ほんと突然戻ってきたわね。なんとかジャルジェ家に戻れたオスカル一行。大切なお嬢様を傷つけられ、絶対殺してやるとロザリー化するバーや、その恐怖に親父もついつい目のハイライトが消える。猟奇の館。手始めに魔法しばき、狂気に駆られ、雇い主にまで噛みつくバーサーカー。泣き疲れたところで別室に連行。何も見てませんよとばかりに医師の診察が済み、ようやく寝室に平和が訪れる。オスカルラブジェイが跋扈する屋敷。医師を見送りにアンドレも退室。オスカルも意識が戻り、4年ぶりの再会を喜ぶ二人。11話以来だから結構経ってるのね。そこにオスカルラブジェイの若頭、狂気のロザリーが狂気を持って入場。過去に馬車で引きかけたことを思い出したフェルゼン。過敏攻撃を受ける前に笑顔でご機嫌を取りに行く。命大事に。自己紹介を済ませ、自分のせいでオスカルを危険な目に遭わせてしまったと涙するロザリー。もういいでしょうと許すフェルゼンを、なぜお前が許すんだと不満顔のオスカル。野党に心当たりはあるかを問われ、名推理を披露しようとするも、滅多なことを言うんじゃないと叱られ涙目。証拠はないからね。アントワネットには合わないのかを尋ねると、父の用事を済ませたら舞踏会に参加し、そこでお会いすると返答。フェルゼンが戻ってきた。それが王妃様をどれほど喜ばせるかと安心し、油断したオスカル。遊びほうけることでずっと自分をごまかしていたと、ついつい王妃への本音をこぼしてしまう。やっぱりそういう目で見ていたのね。そして、話に入れないロザリーが白目になり夜が更けていく。翌朝のポリニャック家、顔を引きつらせて飛び込んでくるシャルロット。オスカルが襲われたという召使いの噂話を聞き、あんたの仕業だろと真実を言い当てるシャーロット・ホームズ。なんてことを言うのと娘からの信用ゼロの毒親。口は災いの元だと説教され悔し涙。私の一番愛するオスカル様にひどすぎると、部屋で一人泣き崩れる。母に似ず、実は良い子の可能性。襲撃の話はアントワネットの耳にも届く。通りかかったスウェーデン人が助けたらしいと事情通が話していると、フェルゼンが戻ってきたことに歓喜するアントワネット。寂しさから解放された勢いで謎の空間にトリップし、全身で幸せを感じ、空へと舞い上がっていく。これで精神が安定してくれるといいわね。一週間後、ベルサイユに思考するオスカル。左肩を刺されたはずなのに、なぜか怪我が右肩に転移。二週間安静と言われたのを無視するからや。奇病の心配をされるが軍務にはつけると社畜の鏡。一日も早く犯人を見つけますと、意気込む王妃の横に佇む真犯人。ただの物取りですよとしらばっくれてみるが、オスカルの野獣の眼光に、犯人特有の反応を見せてしまう夫人。露骨に怪しいけど証拠がないわね。その時、唐突にフェルゼン選手入場。4年ぶりの再会、あまりの喜びに、ご機嫌ようというのが精一杯のアントワネット。やっと会えてよかったわね。挨拶後、突然結婚話が進んでいることを打ち明けられるオスカル。いろいろ唐突すぎんかこの男。今回フランスに来たのもそのため、相手の家柄や容姿など根掘り葉掘り聞くものの、まだ会ったこともないから知らんと返すフェルゼン。愛してもいない人と結婚するのかと怒りのストレートを放つも、ならば愛してさえいれば結婚できるのかと、渾身のカウンターパンチをもらいグロッキー状態になるオスカル。ロープ際に追い詰められ、どうなんだとフェルゼンからのラッシュを受け KO。怪我した肩につかみかかるな。正気に戻り苦悩するフェルゼン。苦しい胸の内を察し、オスカルもかける言葉が見当たらない。愛してしまった相手がアントワネットなのがね。後日、スウェーデン系竜騎兵の軍服のお披露目をするフェルゼン。アントワネットだけではなく、さりげにオスカルもうっとり。アンドレにも何かかってやれ。その時、結婚話が進んでいることを唐突に打ち明けるフェルゼン。唐突に切り出さないと死ぬ病気にでもかかってるのか？オスカルもちょっと待てやとびっくりぽん。アントワネットも隣で噴死。場の空気が凍りつき、目に涙を浮かべ、気丈にも笑顔で祝福するが、こらえきれず場を飛び出し、
悲しさに身を震わせ、尋常じゃない首の長さになってしまう。アントワネック様、校舎裏に連れ込まれたフェルデン。あんまりでショートオスカルに責められるが、国王陛下のお妃様を愛してしまったとなぜ言えると、前日のカウンターパンチでオスカルを圧倒。思いを引き離すためのフェルデンなりのけじめなのね。かける言葉が見つからないオスカル。明日のオペラ会には顔を出せよと伝えたキサル。帰宅後、フェルデンの苦悩を知ったオスカル。愛し合うことが許されたなら、どんなに素晴らしい恋人だろうと、錠前鏡が効いたら泣きたくなるようなことを思い酒を煽る。そして自分もまたフェルデンに惹かれていることを自覚し、みんな、自分の気持ちに蓋をせざるを得ない現実に思い悩む。男として振る舞っても、やはり女性なのね。翌日のオペラ会、合わす顔がなく、会場には入ることを拒むフェルデン。アントワネットも体調不良らしく一人寂しく鑑賞する陛下。会場近くの雑木林で魂が抜けるフェルデン。物音がして振り向くと、迷い込んだアントワネットと遭遇。警備の者はいないのか。昨日の無礼を浴びるフェルデン。気持ちを必死に抑え、結婚を祝福するアントワネット。気丈にお幸せにと告げ走り去るが、つまずいて転倒。フェルデンが駆け寄り、耐えきれずその胸に飛び込む。4年前に初めて出会ったその日から惹かれ合っていた二人。身分違いの禁断の思いが通うところで18話は終わりだぜ。愛しているとやっと口に出すことができたのね。開幕大量の贈り物に圧倒されるシャルロット。美しいバラまで贈られるが、誰からのものかわからず困惑。その頃、母のポリニャック夫人、馬車の中でシャルロットの縁談を進めている。まだ11歳でしょ？若ければ若い方がいいと相手はノリノリ。これにはさすがの夫人もドン引き。そして対面する少女とおっさん。僕の名は公爵のローランド・ギーシュ43歳。ただのロリコンさ。あなたはこの変態と結婚するのですよと言われ。恐怖とショックで気を失うかわいそうなシャルロット。気持ち悪すぎてカエルの噴水も無限嘔吐するところから19話は始まる。ゲロゲロ、遠い目をするロザリー。仇を見つけても撃つことができず、もどかしさを乗馬で発散する。復讐以外の生きがいを見つけてあげたいオスカルたち。生涯安心サポートプランの確立へ本腰を入れ始めるのであった。復讐を遂げても未来が開けるわけじゃないものね。その頃のポリニャック親子。現実を受け入れられず、うつろな瞳のシャルロット。公爵夫人になれるチャンスだと説得するが。まだ11歳で結婚なんて嫌だと泣きじゃくり拒否。しかし、遅かれ早かれ結婚するのだからと鬼畜対応の首長族。家を強化するためなら娘すら売り飛ばすのか。拒否権のない少女は泣き崩れるしかなかった。その日の夜会、一人肩を落とすシャルロットを気にかけるオスカル。貴族の噂話で公爵家に嫁がされそうなことを知り、席を外したシャルロットを警備がてらさりげなく追う。吐き疲れたカエルの横で沈むシャルロット。警備もここまでは来ないから、お部屋に戻りなさいと声をかけるオスカル。味方がいない孤独と戦っていたシャルロット。憧れのオスカルの胸に飛び込み感情が溢れ出す。大きくなって声をして、オスカルのような素敵な人と結婚したかったと泣きじゃくり。思い出とばかりに、胸の白バラを頂戴し走り去る。まだ夢や憧れを抱く年齢だものね。翌朝、馬を飛ばすアンドレ。特ダネを掴んだらしく鼻息荒くジャルジェ家に飛び込む。ロザリーがいないことを念入りに確認し、背後に誰かがスタンバイした状態で特ダネを報告。アンドレ後ろを、王立図書館で貴族の系図を片っ端から調べた結果、マルティーヌ・ガブリエルは結婚後に名前を変えていて、ポリニャック夫人がその人であることを突き止める。その事実に言葉を失う二人。育ての親の仇が、実は生みの親だったのか。夕暮れ、ロザリーに語りかける社長、剣の稽古などいろいろ OJT していたのは、復讐を思いとどまらせるための時間稼ぎだったと白状。期待させたことで余計に苦しめてしまったと謝罪する。しかし、苦しくなどないと反論するロザリー。私の母は育ててくれた母リータだ一人。たとえポリニャックが生みの親だとしても一かけらの愛情も感じないし、かえって憎しみは増すばかりだと再び闇へと落ちる。母リーは作中でニコール・ラ・モリエールという本名がちゃんと出ています。明け方、
ジェルジェ家のある一室に忍び込むロザリー。目をランランとさせ、銃を手に取り、そのままどこかに走り去る。日が沈む頃、訓練中のオスカルを呼び出すアンドレ。ロザリーの行方はまだわからないが、ポリニャック夫人がロリコン公爵の晩餐会に参加予定だと嗅ぎつける。ロザリーもそこにいる可能性があるわね。メルヘンチックなロリコンのシャトー、少女趣味のフレンズにも囲まれる、地獄絵図の晩餐会が行われる。こんなの誰でもなく、母親も引き気味だが味方とは言えず、オスカルからもらった白バラを心の支えに、ただ一人、権力者の餌食となる恐怖に耐えるシャルロット。夜明け前、寝静まったシャルロットを連れ、引き上げるポリニャック夫人。その時、橋を塞いでいた賊に襲われる。賊の正体はロザリー。夫人も異変に気づくが遅く、異常な手際の良さで馬車を強奪される。ジェンヌといいサバイバル能力が異常な姉妹。仕留める機会を自力でゲットしたロザリー。すぐ終わるからじっとしていろと言うが、命乞いをし、シャルロットを置いて一人逃げ出す夫人。どこへ行こうというのかね？しかし、引き金を引けないロザリー。マークしていたオスカルたちも姿を見せ、優しいお前が本当の母親を撃てるわけがないと抱き止める。その言葉に反応するクソババア。ロザリーの本名と、自分の昔の名を暴かれ驚愕。撤収する際に馬車の中を覗き込み、シャルロットは血の繋がった妹になるのだよと伝えるも、ポリニャックは私の母ではないから、この子は私の妹ではないとうつむく。信じがたい現実に心が追いつかないわね。ロザリーが自分の娘だと知ったポリニャック夫人。同時に自分が引き殺した女性が誰であったのかにも気づく。15歳の時に産んだロザリーを心よく引き取ってくれた恩人であり、その恩人の命を奪った上、実の娘に復讐され、地位は得たものの、呪われた己の運命に対し神に救いを求めるのであった。天罰が下る心当たりが多すぎる。隣室ではシャルロットも悪夢にうなされ、精神状態はもはや限界寸前。それでも時は流れ続け、今宵もベルサイユでは舞踏会が開催。気分転換にとロザリーも顔を出し、オスカルも一安心。第二の人生を始めるための第一歩かしらね。その頃、踊り場でドギーシ公爵と鉢合わせるシャルロット。公爵は空部屋に強引に連れ込み、嫌がる彼女の手にキスをして満足そうに立ち去る。その手を見つめ凍りつくシャルロット。激しい雨の降る中、オスカルとの思い出がある噴水へ向かう。公爵という権力を持ったカエルに対し、餌でしかない無力な少女。そのカエルに丸飲みにされる現実が差し迫ってきたその時、ついにシャルロットの精神は崩壊。汚れてしまった自身の手を洗いながら清め続け、目から落ちる雫が雨なのか涙なのかはもうわからない。会場も異変を感じ、塔の上にシャルロットがいると大騒ぎ、ポリニャック夫人も呼びかけるが無反応。手はちゃんと洗った。だから白いバラのように綺麗な自分に戻れた。でも結婚して、再び汚れるなんて嫌と告げ、わずか11歳でその生涯を終えた。娘を追い詰めてしまい、泣き崩れるポリニャック夫人。そして、悲しくなんかない。いくら血が繋がってると言われても、一緒に暮らしたこともない。言葉だって、一二度交わしただけ。血が繋がっているからといって、愛を持てるとは限らない。血の繋がった赤の他人がいたっていいわ。開幕夜明けまで逢瀬を重ねる二人。オペラ会以降そういう関係が続いていたのね。愛し合っているが忍んで会うことしかできず、その切なさに身を切られるところから二重話は始まる。ロマンス会の予感。意外と堂々と帰っていく物憂げなフェルゼン。こそこそ帰れ。ジャルジェ家で剣の稽古に励みリフレッシュ。見物するアンドレ含め、みんなの闘神がどこかおかしい。急激な小顔か、汗を流し整ったフェルゼン。その横で無言でリンゴを食べ続ける不気味なアンドレ。いつもの服を着られなくなるほど巨大化したのか？フェルゼンを見送る二人。
オスカルにリンゴを渡し、懐から新しいリンゴを取り出してはかじる。次のカットでも新しいリンゴを持っており、完全にリンゴジャンキーと化す。脳みそポリフェノール。鳥は王妃たちの不倫の話題で持ちきり、リンゴでも禁断の恋にハマるフェルゼンを心配するが、思い合い、それを語り合えるだけまだマシだと、打ち明けられない思いを秘めるアンドレもまた苦悩する。王妃が夫以外に愛を打ち明ける方がはるかに問題なのでは？気晴らしに剣の稽古に誘われ、フェルゼンのことは忘れてほしいと心の中で願うアンドレ。苦しんでるオスカルを見るのも辛いわね。後日の昼食会、堂々と参加しているフェルゼン。二人の関係はもはや貴族たちの見せ物。表立っては声をかけず素通りするが、すでに今夜も会う約束はしている模様。慣れてるわね。そこら中から聞こえてくる下世話な噂話。人払いをし、オスカルに頼み事をするアントワネット。予定があるのを忘れていて、今夜は会うことができないと。フェルゼンへのことづてを涙を流したのむ。オスカルは心よく承諾。お前だけが私の味方だと安堵するアントワネット。ろくな貴族がいない宮廷だものね。宮廷を後にし、迎えに来ていたアップル信者を置き去りに馬を飛ばし、川辺でアントワネットの苦しみに思いを馳せるオスカル。お子陛下、恐れながら申し上げます。陛下、フランス国家の母として、女王としてのご自分のお立場、お忘れでございますか？オスカルごときに物を頼むのに、罪を犯された人のように顔を隠されて、陛下の苦しいお気持ちもよくわかります。でも陛下にはお立場があります。やめろ、オスカル。愛し愛される者たちに何を言うか。自身と大切な人たちの思いが報われない現実に思わず苦笑してしまう。国王陛下が蚊帳の外なのだが、言いつけを守りフェルゼン宅を訪れ、今宵は無理だが、来週の舞踏会で会えることを楽しみにしていると伝言。雨が止むまで休んでいけと急にゾンビ化した男が進めるが、それを無視し、キビスを返したキサルオスカル。今はフェルゼンの顔を見るの辛いわね。そこに、置き去りにされたアンドレが街灯を持って駆けつけ、二人は温かくしてジャルジェ家に帰るのであった。みんな大事な人のために一生懸命なのが余計切ないわね。舞踏会の日もあいにくの雨、バンドネオンのおっさんも雨宿りしながら一人歌う。もう戻れない、バラを摘んでしまった男の苦しさと、あなたはフェルゼンの何なのさ？不倫の話題で持ちきりの街では春画がバカ売れ、一矢ま問わずフェルゼンに迫るノズシリーズも電撃発売。王妃のそんな絵を描いて捕まらんのか？預かり知らぬところで春画デビューした男は我が家で苦悩中。そんな折、母国の学友の訃報が届き驚く。どうやらアメリカの独立戦争に参戦し、戦死した模様。そしてフランスもアメリカに援軍を送っていた。イギリスとフランスの不仲は有名よね。その知らせで何かをひらめいた様子のフェルゼン。一方、ジャルジェ家、熱が出たことにして今夜の舞踏会はサボると唐突な職務放棄。このエレン隊長が仮病とは感心しないと正論パンチ。今夜は大掛かりな舞踏会だから、王妃への陰口も激化するだろう。そんな状況に王妃がさらされるのは耐えられないと、参り気味のオスカル。だからこそオスカルが言って支えなくてはとアンドレも励ます。アントワネットにとってオスカルは親友なのよね。誰も彼もが思いを心のままに表に出せず、そんな状況にオスカルも乾いた笑いしか出てこない。そして舞踏会の夜、ファーのように柔らかそうなヒゲのおっさんたちが早速噂話。サンタのパーティーセットか？春画にされたのにスカしている、両面たる男の悪口で盛り上がる。フェルゼンも大概ずぶといわね。アントワネットが登場すると、下世話な貴族がさらに活気づく。そこにオスカルが遅れて到着。冷蔵で現れ、ズカファンのテンション爆上がり。確かダンス嫌いなのよね。驚きのあまり、つい首を伸ばして理由を尋ねるアントワネット。感情が高ぶると首が伸びる病。はぐらかしつつアントワネットの手を取るオスカル。ただし、今宵の相手は私の身にと告げる。意図を理解し、申し出に応じるアントワネット。貴族の好奇の目から守るためね。察したフェルゼン、一杯だけ飲んでスカして会場を後にする。舞踏会後、帰りを待っていたフェルゼン、
オスカルが霊装で来てくれなければ、きっと王妃と踊り明かしてしまったであろうと感謝を伝える。あの中で夜明けまで踊れるのか。王妃のためを思うなら舞踏会になど出るべきではない。王妃の立場をもっと考えるべきであったと、今さら自分を恥じるフェルゼン。数年前、それで追い出されたはずでは？それだけ王妃との恋に溺れてしまったんだな。そして突然の決意表明。あえて卑怯者になり、アントワネットの前から逃げると宣言。どこへ行こうというのかねと党も派手に無視。王妃のついでにオスカルたちからも逃亡。後日、突然君からの手紙。フェルゼンがアメリカ遠征軍に志願したことが知らされる。フィールド・オブ・ビューもびっくりの突然男。あまりに急な別れ。それは根性の別れになるかもしれず、涙が溢れるアントワネット。そしてジャルジェ家、オスカルもまたフェルゼンの旅立ちに涙。その後ろ姿を複雑な思いでアンドレが見つめ、去り際に刀身が化け物になってしまうところで20話は終わりだぜ。アップルの成長は止まらない。開幕賭博にのめり込む詐欺師夫婦。そこに迷い込んだ太ったおっさん。フランス最高位の僧侶であるローアン大司教ね。チラチラ何かを察してほしいかマッテちゃん。困ったことがあったら相談に乗りますわと軽くあしらい。ローアンを後に回し、大勝負に出るところから21話は始まる。人生も賭けに出まくりのジャンヌ。神様より王妃の熱狂的信者であるローアン。フェルゼンが不在の今、王妃は寂しい思いをしているはず。お近づきになるには今がチャンスと、意味不明の悩み相談。これにはジャンヌも何言ってんだと言いたげ。親子2代で嫌われているのに気づけ、地位も名誉も全て手に入れたが、それら全てを投げ打ってでも、王妃とお近づきになりたいと、とても聖職者とは思えない祈りを神に捧げる。さすがオスカル太鼓判の生臭坊主。その間抜けな姿に利用価値を見出すジャンヌ。後日、別荘で休暇中のオスカル一行。いつの間にかロザリーが一番お嬢様っぽくなりつつ茶をしばく。ジャルジェ家での序列に変化があったのか、アンドレもやや肩を落とし気味。貴族の娘だと判明したからね。海の向こうに旅立った男に思いを馳せ、メランコリックなオスカル。もはや気分転換の定番となった乗馬を提案するアンドレ。はーいと元気にイクラちゃんになるロザリーに対し、サザエのように塞ぎ込んだままのオスカル。その姿にアンドレもカツを入れ、シャニムに馬を飛ばすオスカルにあっぱれと太鼓判。浜辺のサンデーモーニング。そこに突如ジャンヌが現れ、突然の再会に顎が外れるロザリー。何の用じゃと尋ねると、夫のニコラスがこの絵連帯で世話になっており、その挨拶に来ただけと告げ、心づけとばかりに去り際に大量の金貨を馬に運ばせる。賄賂でオスカルに取り入ろうとしてるのね。しかし、汚い金などいらんと追い返すオスカル。長年貧しい思いをしてきたジャンヌ。お上品なオスカルを一生に伏し、高笑いをしながら立ち去る。露骨に怪しい女として記憶されるのでは？撤収を始める二人に対し、姉のことが気になる妹。一人で追いかけ、数年ぶりに会話らしい会話をする。前は他人のふりをされたものね。オスカル様に何のつもりと問うも、別々の道を歩んでいるのだから、お互い構えっこなしと煙に巻き、あの極貧の時期を思えば、私たちが何をしても神様は許してくれるさと、どさくさに紛れて自分も悪事を働いていることにする姉に、何か言いたげな妹。まあオスカルがいなかったら、母リーをやっちゃってたかもしれんし、後日、オスカルが賄賂を受け取ったと嘘の報告をするジャンヌ。まずは外堀から埋め、王妃と会う状況を作っていきましょうと。屈強のが典型兄貴のような握り拳で力説。めっちゃ強そう。次は賄賂で手なずけたオスカルに、王妃への謁見をセッティングさせるため、さらに大金を要求すると坊主は快諾。とんでもないお金持ちなのね。愛の成就に時間とお金はかかるものだと、坊主を誘惑して長期プランに加入させ、帰りの馬車で口を拭う凄腕の営業ウーマン。延々とカモにされる。実際にはオスカルは賄賂を受け取っていないため、大金はそのまま詐欺師夫婦に分取られる。特殊詐欺は大昔からあったのね。魅惑のケツアゴを隠すニコラスと今後について作戦会議。オスカルから王妃へ取り継ぐ線は消えたわね。とりあえずオスカルはマークしておけと、このエレン隊所属の夫にスパイの役割を任せるが、
翌日の訓練中、一人だけ帽子をかぶらず目立ちまくった結果、ジェローデルからローアンの推薦で入隊したと聞き、どう考えてもうさんくさいスパイは、逆にマークされてしまう。知能犯の相棒とは思えない。その頃、オスカルの口利きで王妃と会ってきたと嘘800のジェンヌ。次は手紙を書いて王妃と文通しましょうと提案。長引かせてしこたま儲ける算段ね。パリの花形の職業である手紙の偽造屋を訪れるジェンヌ。仕事の流儀。いつも良い腕よと、公爵夫人の遺言書の件からずっと物模様。王妃から返事がもらえたと、偽の手紙を手渡し、おっさんが書いたラブレターに、泣いて喜ぶおっさん。ジェンヌにも謝礼として大金を渡し、偽りのやり取りだけで大儲けを繰り返す天才詐欺師、下町で上をしのぐためだけに生きていたジェンヌ。世の中って面白いねとウォッカを煽り、涙を流して眠りにつく。後日、アントワネット主催の舞踏会、勝手に参加してうろつき、廊下でオスカルと鉢合わせるローアン。その説はどうもとウインクするが、当然何のことかわからず首をかしげるオスカル。何一つ関与してないものね。そこにアントワネット登場。が、ローアンの顔を見るなり不機嫌になり返ってしまう。そらそうよ。これにはローアンも塗り壁のようになり激怒。ジェンヌにどういうことだと詰め寄ると、大っぴらに愛想よくしたら、フェルゼンのように噂になってしまうと交わされる。そうはならんでしょ。不審に思い、宮廷の友人に調べさせると牽制するローアン。一瞬ひるむが、すごく腹立つ顔で勝手にどうぞと煽り返し、私を信じれば4週間後に王妃に会えると勝負に出ると、靴を舐める勢いで尻尾を振り始める生臭坊主。展開についていけず、相棒は横に突っ立ってるだけのアンちゃんと化す。ずっとジェンヌのターン。後日、パリの売春宿を訪れる詐欺師夫婦。ドアを開けるだけで切れ気味のニコラスの目に飛び込んだのは、アントワネットの息写しのような女性。彼女はニコルド・オリバという盲目の娼婦。そして、4週間後の夜、一言だけセリフを教え、あとはバラを渡すだけの簡単な仕事を依頼。自分が何に関わっているか理解してなさそうね。夜にかけるおっさん、待ち合わせ場所であるヴィーナスの茂みでボスと打ち合い、はぁはぁ言いながら偽王妃の元へ駆け寄る。私の気持ちはお分かりですねと、自分が何をやらされてるか分かっていない偽王妃が、同じセリフを繰り返す女性を不審に思うこともなく感類するおっさん。おっさんも目が見えていないのか？王妃がローアンと会うわけがないという現実も見えていないぜ。陰で笑って見ていた二人もコントに飽き、見回りが来たと嘘をつき、ローアンを退散させていたら、本当にオスカルが巡回に来てさあ大変。慌てて逃げ出すも運河にぶつかり大ピンチ。焦るニコラスに対し、ガタガタすんなと着物座ったジェンヌ。ニコラスから探検を拝借し、時間稼ぎをするからその間に逃げろと頼れるリーダー。運河に飛び込み、偽王妃を連れてニコラスは逃亡。耳は聞こえてるんだから、偽王妃も何かおかしいと思わんのか？飛び込む音につられかけてきたオスカル。こんな時間に何してるんだと問われるも、ただの散歩だと白を切るジェンヌ。忍ばせたナイフに手をやりつつ素通りし、計画通りとジェンヌがデスノートするところで21話は終わりだぜ。ひたすらジェンヌに騙される話だったわね。ローアン本人は全て信じているのがポイントだな。続けて22話行くぜ。開幕めちゃくちゃ偉そうな4年前のアントワネット。どうやら宝石商の訪問セールスに応対中。全国王がジュバリー夫人のために注文した首飾りを紹介。しかし、亡くなってしまったため買い手を探してる模様。でもお高いんでしょう？と尋ねると、160万リーブルと本当にお高く、これじゃあ番組にならないよとへそを曲げ、怒りの番組降板をするところから22話は始まる。放映当時では192億円相当ですが、今は約30億円らしいです。久しぶりにちゃんと喋るプロの錠前や、ある不届き者にお腹を蹴飛ばされたんですけどと、クレームを入れる王妃、なんですと？と驚く陛下をクスクス笑う女性陣、一瞬戸惑うも、ジョークを理解し歓喜する陛下。今度こそ本当にアントワネットが解任したのね。フェルゼンとの別れを乗り越え、第一王女のテレーズに続き、
1781年、第一王子のジョゼフが誕生。男の子の世継ぎが誕生し、歓喜は丸オスカル。祝杯でアンドレと共に街へ繰り出す。パリの街もお祭り騒ぎ。王妃の幸せを国民が祝福する姿に、オスカルも深い喜びに包まれる。だが、飲めるのは今だけだ。俺たちはいずれビールの代わりに銃を握る。これは束の間の幸せでしかないと、無観客で一人歌うバンドネオン王子。パリのノストラダムス。幸せそうなアントワネット。長女のテレイズと庭園で遊び、心安らぐ時を過ごす。しかし、公務である謁見の時間が迫ると、途端に不機嫌になる。やる気スイッチオフ。露骨に貴族たちの話にうんざりした様子。そして離宮に引っ越ししたいと陛下に懇願。母親がいやいや気に突入するのか。理由も公務に追われ、子供たちと遊べないからと、完全に王妃という立場を忘れる。頭が上がらない陛下はしぶしぶ承諾。結局ベルサイユの一角に佇むトリアノン勝利宮へお引っ越し、出入りできるのもポリニャック夫人などのお気に入りに限定。公式の謁見は事実上取りやめで、無期限のバカンスに突入。これはいけません。古参のアントワネット信者であるアンドレ情報によると、貴族の中でもアントワネットアンチが増殖中とのこと。しかし、王妃の悪評を聞くのが辛いオスカル。子供たちと無邪気に過ごすことで悲しみを癒し、昔のような明るさを取り戻した王妃の心中を思んばかる。割とアントワネットには甘いオスカル。一方、オーストリア、アントワネットの母であるマリア・テレジアは、最後の時を迎えようとしていた。女王の義務を放棄した末娘に絶望しつつも、民に愛し、愛される王妃タレと残し、63歳でその生涯を閉じる。お悔やみの手紙をしたためるが、筆が進まないアントワネット。偉大な母だけでなく、オーストリアでの思い出も薄れつつあり、長い時が流れたことに涙が溢れ止まらない。嫁いでから色々ありすぎたものね。場面は変わり宝石商のベメール。王妃に訪問セールスしてから4年経つが、未だ買い手がつかず、どうにかして買ってもらおうと、王妃と親しいと豪語するジャンヌを通し再挑戦。何かをひらめいたジャンヌ。取り合ってみるから、一週間後にまた来てくださいと美味しんぼムーブ。実際は面識すらないけどね。その点を夫のニコラスが心配するものの、我に秘策ありと笑みを浮かべる一級詐欺師。スリルを求め続けるギャンブラーみたいになってるわね。生きている実感を欲している感じがするな。後日、ローアンに王妃が欲しがっている首飾りがあると話す。分割払いで購入予定だが、その場合保証人が必要で困っていると吹き込むと、偽王妃の件で全幅の信頼を得たこともあり、アントワネットの熱狂的ファンはもろ手を挙げて名乗り出る。常に操られるおっさん。早速アントワネット直筆の契約書を偽造し、信者が保証人になり、猛スピードで契約成立。後で私が王妃に届けておくとローアンを追い払い、見事首飾りをゲットする大泥棒ジャンヌ。偽造男とニコラスは国外に逃亡させ、一気に全員消えると怪しまれるからと、ジャンヌ自身はしばらくパリに留まることとなった。ローアン経由でバレたらすぐ捕まっちゃうのでは？一方、ベルサイユ、遠方からはるばる志向した貴族が謁見できずに激怒。貴族をないがしろにする王室に未来はないと激高して退場。貴族までもがアントワネットに敵意を向け始めてるわね。そして海の向こうではアメリカの独立が認められ戦争が終結。遠征軍が着々と帰ってきていることを報告するアンドレ。フェルゼンも無事なら帰ってくる頃かしら。翌日、半分でいいからと謁見の再会を進言しに、勝利宮を訪ねるオスカル。このままでは貴族との溝が深まるばかりね。親友であるオスカルの来訪を喜ぶ王妃。王妃の幸せそうな姿を見つめ、要件を尋ねられるも、結局進言は切り出せず、湖では遠征軍の話になり、別れから4年の時が流れ、母にもなり、フェルゼンの無事とその帰りを、心静かに待てるようになったと話す。子供という生きがいを得たことは大きいわね。ベルサイユからの帰り、帰国した遠征兵に道を尋ねられる二人、戦友の形見を届ける途中らしく、衝撃を受けるオスカル、遺族の元に送り届け、パリの飲み屋で酒を煽る二人、戦死の通知はないものの、フェルゼンの無事が頭から離れず、
酒に溺れるオスカル。その酒豪っぷりに近くのおっさんも驚き、近寄って酒を振る舞うも振られ、代わりに俺がもらうよとアンドレがフォローするが、今度はアンドレが振られ、ただ酒ミッション失敗に心に深い傷を負う。馬小屋という勝利級で休め、しつこいナンパに痺れを切らし、しまいには喧嘩に発展、随分荒れてるじゃないかと声をかけられ振り向くと、アラスの村で口喧嘩した以来のロベスピエールと再会、今は民衆のための弁護士をしているんだと、聞かれていないのに勝手に喋り出す。苦労しているのか、老けるペースが激しいわね。しれっと貴族であることをバラされると、女王の犬は叩き出せと乱闘に発展、その様子を険しい顔で見つめるロベピエの隣の青年。ハハリーの事故の時にいたベルナール・シャトレね。民衆の貴族に対する激しい憎悪を、新聞記者として目に焼き付ける。後日、勝利宮に宝石商から手紙が届く。中身は1回目の分割払いの請求書だが、当然王妃は何のことかわからない。首飾りが売れずに頭がおかしくなったんだと誹謗中傷し、請求書を焼却処分してしまうところで22話は終わりだぜ。首飾り事件の幕開けね。開幕ベルサイユに殴り込む宝石商ベメール。早く首飾りの支払いをと発狂中。一方、保証人であるローアン、カジノでおまわりさんに捕まり、罪なきおっさんが連行されるところから23話は始まる。王妃もローアンもなんのこっちゃ状態。イカれる般若にひるむおっさん。私がジャンヌを通し、首飾りを買ったとでも言うのかと問い、口を開こうとすると黙りなさいと理不尽攻撃。ジャンヌと面識ないものね。相引きをした件も含め、証拠を出せと怒りは怒髪点をつく。恐れながらと、王妃からのラブレターと、売買契約書を差し出すローアン。書いたの全部偽造やだけどね。なんじゃこやと愕然とする王妃。しかし筆跡と名義が違うと、精緻な仕事をなりわいとする錠前屋が偽物だとカンパ。この道10年以上の目利き、騙されていたことに気づき、許しを請うローアン。おっさんも被害者だからと、陛下がたしなめるも怒りは収まらず、裁判で全てはっきりさせると、ローアン一味を訴えることとなった。ローアンは巻き込まれ事故よね。その頃、偽王妃ことニコルの元を訪れる潜伏中のジェンヌ。口を封じようとするが、そこまで鬼にはなりきれず。罪のない貧しい人だからね。公爵夫人は恩人でも貴族だから容赦なかったな。偽王妃をやったことがバレたらあんたも大変だと告げ、逃亡費用を握らせた立ち去るが、出たところでおまわりさんに見つかり、公文書偽造、窃盗、詐欺、王室侮辱罪で逮捕。犯罪の宝石箱や、関係者のローアンと偽造屋も投獄され、逃亡中のニコラス以外は裁判を受ける身となる。一方、ジャルジェケ、ジェンヌは以前一緒に暮らしていた姉だと今頃告白する妹。ロザリーの関係者がクセ者だらけで、さすがのオスカルもびっくりぽん。パリのモンスターハウス、あんな姉だから言いそびれていたと納得の理由。私は今幸せだから姉さんに持っていてほしいと、獄中の姉にハハリーの形見の指輪を届けてほしいと頼むロザリー。孤独にさせたくない思いやりかしら。一方、パリの飲み屋で開かれるロベピエのオフ会、王室と貴族の実態が暴かれる裁判になると熱弁。裁かれるべきは犯罪よりベルサイユだと、被告人のジャンヌ一味より、訴えた王妃再度敵視、聴衆もロベピエに同調し、もはや民衆草案とはネットアンチと化す。民衆はロベスピエールに扇動されていくのね。一方、ジャンヌを訪ねるオスカル、ロザリーからだと、形見の指輪を見せるもすっとぼけ、強がるジャンヌを無視し、指輪を置いてさっさと立ち去る。ロザリーと約束したからね。そして、王室の力でも干渉できないパリ高等法院で裁判が改定。すべてローアンの差し金だとしらばっくれるジェンヌ。悪党めと怒りの抗議をするも、場をわきまえろと、逆に説教されてしまうかわいそうなおっさん。めっちゃ歯並びいいわね。こんなおっさん見たこともないとずっと桃切り捨て、知らぬ存ぜぬと政治家ムーブを連発。指輪に祈りを込め、絶体絶命の打破をハハリーに願う。この状況は親不孝の極み、拉致が明かず、切り札のニコルを召喚、王妃そっくりの容姿に傍聴席もざわつく、頼まれた芝居を打っただけのニコル、
偽王妃を依頼したのは、目の前にいる女性で間違いないと証言。バンジキュースのジェンヌは思わず手を振りかざすが、あの時、冷徹になりきれなかった自分に呆れ観念。もはやこれまでか。そして、一連の動機に対する尋問が始まる。ローアンは騙されていただけと白状し、おっさんは私も駒として動いていただけで、黒幕は王妃アントワネットだと、一世一代の賭けに出る。これには裁判長も激怒。王妃が黒幕ならジェンヌ一味を訴えるわけないだろとど正論。法廷で全てバラされるリスクしかないわね。法廷侮辱罪もトッピングするぞと凄まれるも、請求書を燃やしたのは証拠隠滅だと、のらりくらりと交わしていく。身に覚えのないものは処分しても不思議じゃないわよね。しかし、大事なのは真実より王妃叩きの口実。ジェンヌの嘘に便乗し、傍聴席の王室アンチもエキサイト。場を沈め、そもそも君は王妃の何なのさ?と質問。王妃は本当にジェンヌを知らないのよね。実はアントワネットは同性愛者だと。これ以上罪が増えても一緒だとばかりにやけくその誹謗中傷。私はその恋人よと、ベルサイユの百合にされる王妃。姉さんもなのねと、興奮を隠しきれない傍聴席の百合っ子。唐突なベルユリ連載開始に、根拠は途中に冷静になる裁判長。興味津々じゃないか。王妃の愛しいカタリストにポリニャック夫人も勝手に加え、オスカルに至っては断層させてそばに置いていると証言。断層は親父の意向。オスカル様もなのねと、ロザリーもヘブン状態。バーヤも似たようなものね。あることないことまくし立てるジェンヌ。主君を侮辱され、ところ構わず抜刀するところさんにロザリーさんも目が点。癖になってるわね。裁かれるべきは王妃の方だと熱弁するジェンヌ。それに便乗するアンチ。浮気でレズビアン、オーストリアから来たシリアの女に決まってるよと、不敬罪を恐れぬ不屈の修羅も出現。法廷は大敗後の甲子園球場状態となり終われ。法廷を駆け回るな。こってりと王室は泥を塗りたくられたと、家系ラーメンレギュアーのような感想を述べるロベスピエール。サンジュストは過激派の革命家として今後暗躍します。ジェンヌの嘘は効果絶大。権力に対する怒りを民衆に植え付け、首飾り事件は革命への導火線に火をつけることとなった。帰り道、恩人の社長に濡れ衣を着せた姉のことを謝罪する妹。しかし、すごい生命力だとジェンヌに太鼓判。あんな女性、今まで見たことがないとつぶやき、お前も大概見たことないタイプだぞと、御社台で何か言いたげなアンドレを背に日が暮れる。オスカルが一番希少種。そして、チームワーク皆無のクソ雑魚アウトレイジに判決が下る。半分悪人。逃亡中のニコラスは終身懲役刑。偽造やは無知打ち後に国外追放。偽王妃のニコルは無罪。ジェンヌは終身禁錮刑。そして王妃が毛虫のように嫌うローアン。王室侮辱罪も含め無罪。ローアンは被害者よね。訴えたアントワネットは判決に激怒。黒幕にされ、同性愛者にもされ、訴えたローアンは無罪と、踏んだり蹴ったりで泣き崩れる。今回は完全に被害者ね。首飾りの購入はちゃんと見送ってるからな。1ヶ月後、ジェンヌの刑が執行。悪質タックルや噛みつきで最後まで抵抗。みんな王妃の陰謀だ。地獄に落ちろアントワネットとわめき散らすが、山賊のような兄貴に、泥棒を意味する部位の焼き印を両肩に押され気絶。絶対に最後まで諦めない女。ジェンヌはサルペトリエーヌに投獄されるが、王室を憎む者たちの英雄となり、牢獄はジェンヌのファン会場となった。そのファンに貴族も含まれていることを嘆く王妃。彼らは離宮への出入りを許されず、宮廷を去った貴族たちだとネタバラし、そんなことぐらいでと、ないがしろにした者たちからやり返される王妃。因果応報。オスカルはずっと絆だけは大切にと進言してたんだがな。そして、獄中のジェンヌ、最後に最高のスリルを味わい、子供の頃、こんないたずらごっこしたかったな、みんなとと、空虚だった反省を思い返すところで23話は終わりだぜ。人生を取り戻そうとあがいていたのかしらね。続けて24話行くぜ。開幕ジェンヌに脱獄されるガバガバ牢獄。北に向かう馬車の中、あんた誰よと、脱獄を手助けした覆面に尋ねるジェンヌ。
君は英雄だから牢獄暮らしはもったいないと、会話が成立しない二人。言葉のドッジボール。助けた代わりに仕事を頼まれてくれと依頼し、うい、ムッシュ、わかったよと。ルーゴは操るジャンヌが、オルコートプラザーするところから24話は始まる。正体をバラしていくスタイル。パリの街はジャンヌ脱獄の話題で持ちきり、世間を騒がせる姉に悩み苦しむロザリー。そこに毒親剣山、母として会いに来たと、声をかけるも秒で拒絶。母リーだけでなくシャルロットも夫人が原因だからね。生みの親とはいえ母リーの仇、夫人への憎しみを忘れたいロザリーは去ろうとするが、ポリニャック家に来てほしいと夫人は涙を流す。夫は何してんだ？優しいロザリーも心を鬼にし、お断りしますと立ち去る。それを見つめる嘘泣きおばちゃん。やはり畜生は畜生のままか。一方パリの街、ジャンヌが出版した回想録が大ヒット。出どころ不明の秘密出版で、警察や軍も追跡できない模様。覆面が裏で糸を引いているのね。首飾り事件の真相や王妃の女性遍歴など、一方的な作り話が真実であるかのように広まり、民衆の反王室感情は日増しに高まる。ヘイトスピーチ。シリーズものらしく、王妃の子さんファンであるアンドレも購読。堂々と妹の前で読みふけった結果、本は没収と、怪盗の妹も怪盗なのかと言いたげなアンドレを無視し、本を信じ込んだ民衆の王妃を見る目を心配するオスカル。信じたいものを信じる風潮。取り締まっても回想録の流通は止まらない。続編を待ちわびるフリークスも口を割らず、ジャンヌの所在は未だ不明。王室の危機だからとこのエレン隊の出動もやけくそ閣議決定。人探しに駆り出される部隊なのか？その頃、隠れ家のサベルヌ修道院。いつの間にか合流していたニコラス。ほんのぼろも受けに。と人外ボイスで大歓喜。修道院から一歩も出られず、覆面男も信用できたもんじゃないと。悪党の匂いに悟い悪女はご機嫌斜め。疲れ果て酒に溺れるジャンヌ。譲られた指輪を見つめ夜が更ける。最後に思うのはやはり家族なのか？後日、ジャンヌの捜索に向かうオスカル。ロザリーも肩身が狭いわね。そのロザリーに、ジェイと名乗る人物からラブレターが届く。ジェロー出るか？送り主は当然ジャンヌ。私は今幸せだからと、ロザリーと同じ理由で指輪を送り返す。姉さんが幸せなんて嘘だとこぼすロザリー。姉の幸せそうな笑顔を一度でいいから見たかったと涙。笑っていても心はズタズタだったのかしら。そこに懲りずにやってくる毒親、母の元にいらっしゃいと、ボケるパリの分子師匠を華麗にしかと。しかし、聞き入れないとオスカルは逮捕されると食い下がる。ニコラスがオスカルの隊員であること。そして妹であるロザリーをジャルジェ家がかくまっていると。そう報告すれば、オスカルも一味だと判断され捕まると告げ、母と呼ばなければ治安大臣にチクると脅迫するハゲタカ。シャルロットが亡くなっても改心せず、一方、オスカル、盗賊団相手に軍隊で襲撃、ボスをヒットラエルもジャンヌにの女と思く。オカマじゃないのか？回想録の続編を待ちわびるジャンヌファンクラブのガセ情報に振り回される日々。ガラスの仮面も完結させろ。疲労困憊のオスカル。自分の姉が元凶であることに胸を痛めるロザリー。そろそろ治安大臣に報告しないとと脅す太陽光ババアに屈し、夫人を母と呼び、ポリニャック家に入ることを決心。恩人のために犠牲になることを選ぶのね。夜更け、ジャンヌが回想録を書き上げたとの報告を受け、もう用済みだと切り捨てる算段を立てる謎の覆面。誰なんだ一体？後日、荷造りをし、自己都合退職をするロザリー。慌てて駆けつけた社長が退職理由を問うも、別れのその訳は話したくない下町の尾崎清彦。ポリニャック夫人は生みの親だ。必ず幸せにおなりと抱き留め、退職金としてペンダントが贈られる。さよなら私の青春、さよなら私のオスカル様と、アットホームな職場にロザリーは別れを告げる。ポリニャック家で幸せになれるとは思えないわね。そして、バーや経由でジャンヌからの手紙が手渡される。手紙には J さんの居所も記載されており、託したロザリーの心中を察し、どうすべきかオスカルは思い悩む。しかし、無情にも悩む時間はなく、有力筋から垂れ込みがあり、
治安大臣から修道院へ向かうよう命令される。謎の覆面の仕業ね。叫びたりで自暴自棄気味のジャンヌ。修道院が囲まれているとニコラスから報告を受け、もうなるようにしかならないと諦めムード。自首を進めるも無視され、単独で乗り込むオスカル。銃声が突入の合図になっているため、ニコラスも手出しができず、ジャンヌと話し合う機会を得る。この場所はロザリーから知ったのかと探りを入れられるが、断じて違うと優しい嘘に、こんな私にもまだ信じられる味方がいたんだねと、鬼の目にも涙。下僕のニコラスも信じてやれ。信じられる味方にカウントされず、ニコラスが怒りの不意打ち、オスカルを人質にして逃げようと提案するも、ジャンヌは拒否し、逃げたいなら一人で行きなと仲間割れ。割れるのは顎だけにしとけ。だったら用はないと息の根を止めようとした時、オスカルが呼んだと、超音波を拾う従者のコウモリ男、夜行性らしく元気に暗がりへ突入。しかし、もう積んでるからおよしと、ニコラスを刺し、私と一緒に死んでおくれと地下室へと向かうジャンヌ。入れ替わるように到着したアンドレ。ジャンヌたちはもう間に合わないと判断し、オスカルだけ連れ、バットマンリターンズ。私一人で死ぬのは寂しくてと謝罪するジャンヌに対し、最高にいい女だったぜと、ファイナルケツアゴスマイル。最後一人じゃなかったのはせめてもの救いね。そして教会は爆発死産し、ジャンヌの青春もアデュー。彼女たちの死をもって首飾り事件は一応落着。しかし、脱獄と回想録の出版に手を貸したのは誰なのか？大きな謎を残したまま24話は終わりだぜ。一体あのウルレアンコウは誰なんだ？続けて25話行くぜ。開幕銃の腕を磨くオスカル。おやつのリンゴを取り出しアンドレがパスするが、魔弾を受け砕け散る赤き果実。リンゴジャンキーが鬼の形相で振り返ると、ロン毛化したフェルゼンが突然の帰国。喜び駆け寄るオスカルに対し、リンゴを失った悲しみに、アンドレが鬱になるところから25話は始まる。今回で物語中盤もおしまいね。ジャルジェ家に招かれいきなりステーキ。独立戦争終結から早2年、熱病を患い帰国が遅れたと語るフェルゼンに、全く興味がなさそうなアンドレ。リンゴを独り占めされてるわね。親友たちからの温かい歓迎を受け、死を覚悟して戦地へ旅立ったが、生きて帰れてよかったとおセンチモード。センチメンタルジャーニー。7年ぶりの再会で積もる話もあると。乾杯！と、アンドレの棒読みの乾杯の音頭に、涙を禁じ得ないフェルゼン。7年ぶりだと29歳くらいかしら。翌朝、アントワネットに挨拶に行かないのかと聞かれ、そのつもりはないと答えるフェルゼン。7年前に一方的に逃げ、王妃との恋はもう終わったのだと語る。剣の稽古で迷いなく恋敵を刺しに行くアンドレ。楽しそうに過ごすフェルゼンを見つめるオスカル。から元気とも映るその姿に、王妃への思いが消えたと素直には思えないが、もしそうなら、愛しても許されるだろうと恋する乙女モード。もうし君の愛人ではないものね。しかし、午後の紅茶、首飾り事件の活躍で昇進したオスカルに対し、神が女として生を授けたのが不思議でならないと伯爵ジョーク。オスカルもこれには苦笑い。フェルゼンにとっての女性は王妃だけなのかしら。その時、突然弾丸が撃ち込まれ、黒髪危機一発。憤るフェルゼンに、民衆が貴族を襲う事件が頻発していると説明。首飾り事件以降、王室への反感が高まり、貴族までもが宮廷を離れ始めていることを知り愕然。この7年間の変化を知るため、夜のパリに繰り出す一行。あちこちで開かれるヘイトスピーチのフェス会場。バンドネオンおじも激うつ菓子ソングを熱唱。太った豚はみんな死ねとサビでシャウトし、ベルサイユのローズはロースへと投球ダウン。王妃の肖像画に込められた敵意に、さらに愕然とするフェルゼン。昔は悪口は多少あれど、王妃は慕われていたと混濁する記憶。春画にされたことを忘れたのか。帰宅後、愛する人の不幸を黙って見てはいられないと、ベルサイユへの思考を決心するフェルゼン。再燃しそうな思いを、複雑な気持ちで見つめるオスカル。後日、トリアノン勝利級。愛する人との再会に涙する王妃に対し、やってらんねえよと自室でぐれるオスカル。フェルゼンの心から王妃が消えることはないわね。
王妃のために半生を捧げると誓うフェルゼン。しかし、その思いはセーヌの流れのように、永遠に静かに灯すと美空ひばる。恋人ではなく、王妃の騎士となるのね。離宮を出て宮廷に戻り、謁見を再開すること。さらにポリニャック夫人ら、悪質な貴族との縁を切ることも進言。王室と貴族の関係性の修復に、本腰を入れることとなる。ポリニャック夫人、アウト。夕暮れ、渡り鳥が南へ帰るのを見つめ、あるべき場所へ向かう鳥に、人の心を重ね、フェルゼンの心が帰る先は王妃なのだと、改めて悟る。しばらくし、ポリニャック夫人ら、鳥巻の影響力も衰退。陸軍連隊付き印象外大佐という地位を得たフェルゼン。毎日ベルサイユに志向し、王妃を近くで支えている模様。一方、死んだ目のオスカル、王妃の宮廷への引っ越しの警護に当たる。アンドレはこの絵連隊でどういうポジションなんだ？警護中、貴族は死ねえと、素直な気持ちを打ち明ける鉄砲玉が乱入。迎撃するも一人逃亡し、オスカルが単独で追跡。アンドレもこの絵連隊を先導し追いかける。ますますどういうポジションなんだ？無事、賊は追い詰めたものの、ことあるごとにフェルゼンの顔が浮かび、心が乱れ続けるオスカル。ジェローデルに後処理をぶん投げ早退。王妃の元へ戻っていったフェルゼンに思いを馳せ、7年の空白を乗り越えるその愛を称え、あなたを心から、初めて、一人の女として、いやあと絶叫し、川で悲しみを洗い流す。どう聞いてもお前の掛け声。夜、忙しそうなバーや、オスカルがドレスを着て舞踏会に行くと聞かされ、正気かオスカル、似合うわけないと、正気を失った間の抜けた顔で突っ張るアンドレ。しかし、実物を見るや否や、効果音も仲良く間抜けになり、ドレス姿のオスカルに見とれる。どういう演出だ。そして舞踏会会場、あまりに美しい夫人の来場に、男女問わず場は騒然。どこか見覚えがある夫人に、私と一曲と動き出す美女ハンター。フェルゼンと踊るオスカル、私はあなたとよく似た女性を知っている。その人は美しく、心優しく、教養も高い素晴らしい女性。私の一番大切な美しい友達だと語るフェルゼン。その言葉によろめくオスカル。抱き止められ、瞳が交わされた時に気づかれ、慌ててその場を走り去る。男として生きてきたオスカルの、女としての唯一のわがまま。愛するフェルゼンとの片恋のメヌエットを最後に、報われない思いと決別するところで25話は終わりだぜ。これも一つのアドゥー私の青春か。